動画をご覧いただきありがとうございます。私は今日こちらのこぎり山にいます。この東口の管理所から入って今ここら辺ですね。まあここから大仏見て、あとこの地獄のぞき、まあここ名所ですね。そこを見ながらちょっと一周していければいいかなと思っております。一応ここ拝観料っていうのがかかるんで、中に入るのが大人700円かかります。ではこれから、進んでいきたいと思います。大仏様いらっしゃいますね。大きい。はい、大仏様の横にね、山頂に続く道ありますんで、登っていこうと思います。大仏の横から進んで、結構この急な階段をしばらく登っていく感じになります。はい、私もね、6月はそんな仕事もなかったので、結構こうやっていろいろ遊びに行けたんですけど、来月7月からですね、また新しい仕事始まったので、まあいろいろ遊びに行けるのもこれでしばらく行けなくなるかなっていう感じなので、噛み締めながらちょっと歩いていきたいですね。はい、このしばらく登ってくるとこういう祠みたいなところね、通っていきますね。これ一見通天閣かと思いきや通天閣ですね。間違いないようにしなきゃいけないですね。ここもかなりね、いい景色ですね。で、下すぐ崖なんでね、非常に怖いですよ。足がすくみますね。よいしょ。晴れてる。はい、ここもね、展望広場みたいなところですね。はい。浅間神社って書いてますね。で、記念碑があります。登ってきた感じね、やっぱ登山客が非常に多いですね。まあ高尾山みたいに結構ライトな登山客にも来やすい場所って感じなんですね。聖徳太子いますね。
あちらでしょうか。よいしょ。今分かれ道に来てます。こっち行きます。まあ、ここは、ほぼこういう階段なんで、登山っていう感じはあんまないですかね。あとはね、結構ちゃんと看板とか立ってるんで、県徳山みたいに、遭難する心配は少ないんじゃないかなとは思います。この上が、なんかさっきの目的地なんですけど、おびただしい数の蜂が、ブンブンいってるんで、もうここで引き返します。今の時期はちょっと蜂がいっぱいいるみたいですね。危険です。登るとなるとね、こういうふうに結構急な階段登ったりするんですけど、ここは山頂付近までロープウェイもあるので、どなたでも行けるかなとは思います。という具合で、まあ一周しましたかね。じゃあここは、午後5時までとなっておるので、お気をつけください。